皆さんこんにちは。編集担当のアスムです。今回は10月に発売される PS4-5 の新作ゲームソフト10選を紹介していきたいと思います。10月も期待のゲームソフト目白押しですので、ぜひ最後までご覧ください。まず最初に紹介する作品は FIFA22 です。 FIFA22 は世界的に人気のサッカーゲーム FIFA シリーズ最新作です。本作ではハイパーモーションによって進化した11対11の試合キャプチャとマシンラーニングテクノロジーを融合させ、生々しい感情の動きやパッション、世界レベルの身体能力が表現されるようになりました。本作では現実のピッチ上における全プレイヤーの動きをモーションキャプチャーし、実際の試合でのプレイヤーの動きをゲーム内に反映しています。加えて独自機械学習アルゴリズムにより870万フレーム以上の高度なマッチキャプチャから学習し、リアルタイムで新たなアニメーションを作成、ピッチ上のあらゆる瞬間を実際のサッカーさながらに描写します。これまでも好評を博してきたキャリアモード、ボルタフートボール、プロクラブ、FIFA アルティメットチームなどの人気のモードやあらゆるゲームプレイに革新的な要素が加わります。ゴールキーパーシステムの刷新により安定した個性的なプレイが期待できるほか、ボルタフートボールでのゲームプレイの最高級、キャリアモードでの全く新しいクラブ作成体験などが楽しめます。予約特典としてTOTW1 の選手アイテム、ムバッペレンタルアイテム、FUT アンバサダーレンタル選手ピック、キャリアモードのホームグローンタレントが用意されておりますので、購入を検討される際は、ぜひこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品は、ファークライ6です。ファークライ6は、UBI ソフトのアクションゲームファークライシリーズ最新作です。本作はカリブ海の中心に位置する時が止まったかのような熱帯の楽園ヤーラが舞台。混乱に陥ったこの国でプレイヤーは暴君を倒すための革命運動に巻き込まれながらゲリラ戦と騒乱に身を投じることになります。圧倒的な力を持つ政府軍に対抗するため、主人公はヤーラ地方に伝わる創意工夫の精神リゾルバーを身につけ、あらゆるものを利用して政権に混乱をもたらします。想像力に富んだゲリラの達人フアン・コルテスによってカスタマイズが可能なリゾルバーと呼ばれる武器や道具が多数登場します。ファークライ6ではステルス、強行突破などプレイヤーのプレイスタイルをサポートすることで、これまでにない自由な体験を提供しています。また従来の武器に加え馬や戦車、 DIY で作った車など新たな乗り物を使用してヤーラを旅することができます。またソロはもちろん2人での協力プレイも可能とのことです。初回生産限定特典としてリベルタードパック、アマゾン限定特典としてジャングルエクスペディションパックが用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品は食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイクです。食べ頃スーパーモンキーボール 1&2 リメイクはスーパーモンキーボールシリーズで屈指の人気を誇る3タイトルをまとめてフルリメイクしたタイトルです。ストーリーモード100ステージに加え、チャレンジモードは248ステージを搭載、シリーズ最多300ステージ以上のボリュームとなっています。メインゲームの他にもレースやテニス、フットサルなど最大4人で楽しめるパーティーゲームを12種類収録。前作食べ頃スーパーモンキーボールのパーティーゲームから質量ともに大幅パワーアップして、パーティーゲームだけでいつまでも遊べる仕上がりです。またより進化したネットワークランキングも搭載されています。
加えて本作ではシリーズ初のキャラクターカスタマイズ機能を搭載しており、100種類以上のカスタマイズアイテムを収録し、さまざまな組み合わせを楽しむことができます。自分だけのお猿をコーディネートする面白さが味わえます。デジタル版予約特典としてカスタマイズパーツワネラスタイルが用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品はアストリア・アセンディングです。アストリア・アセンディングは日本を代表する RPG のシナリオを担当した野島和茂氏や作曲家の崎本仁氏、そしてサイデザイネーションによるアートなど一流のクリエイター陣が手掛ける王道 RPG です。本作では多くのゲームファンに長年親しまれてきた王道 RPG の醍醐味を踏襲したゲームシステムと運命と犠牲がテーマとなる新たな物語をベースに壮大な冒険の世界を堪能できます。ファイナルファンタジー7リメイクで知られる野島和茂氏が書き下ろしたシナリオをベースに展開される物語、贅沢な 2D アートで描かれた5つの都市、幻想的な種族や多様なスキルを持ちカスタマイズも可能な8人のプレイヤーキャラクター、革新的なフォーカスポイントシステムによるターン制バトル、作曲家崎本仁氏による心に響くサウンドにより世界を救う運命との戦いが描かれます。初回限定生産として72ページのアートブック、オリジナルサウンドトラック CD、 オルカノンの地図が同梱された限定版ボックス入りのパッケージが用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品はバックフォーブラッドです。バックフォーブラッドはレフトフォーデッドシリーズのクリエイター陣が送る協力型ゾンビ FPS です。プレイヤーはクリーナーと呼ばれるスペシャリストとなり、寄生虫感染の脅威の原因となるゾンビリデンから世界を取り戻すために集結します。本作は協力型ストーリーモードを特徴としており、オンラインでマルチプレイチームを組み4人で協力してリデンと戦いながらストーリーを進めていきます。加えて最大8人まで参加できる PVP も用意されており、クリーナーとしてだけでなく恐ろしいリデンになって参戦することもできます。予約特典としてホープ要塞エリート武器スキンパック DLC が用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品は鬼滅の刃日の神血風譚です。鬼滅の刃日の神血風譚はアニメ鬼滅の刃を題材とした鬼滅対戦アクションゲームです。本作にはストーリーを追体験できるソロプレイモードとキャラを操作して戦うバーサスモードが用意されており、バーサスモードではかまど炭治郎やかまどねずこをはじめとしたキャラクターを自由に組み合わせ、爽快感あふれる2対2の対戦を楽しむことができます。ソロプレイモードではアニメ鬼滅の刃で描かれたかまど炭治郎の軌跡をプレイヤー自らの手で追体験できます。炭治郎が鬼殺隊に入隊し、さまざまな鬼に立ち向かうテレビアニメかまど炭治郎立志編から縁柱煉獄杏寿郎と合流し任務に当たることになった劇場版無限列車編までのエピソードを収録。アニメで描かれた鬼たちとの戦いを迫力あるグラフィックと表現で味わえます。バーサスモードではかまど炭治郎やかまどねずこをはじめアニメ鬼滅の刃で迫力ある戦いを繰り広げた12キャラクターに加え、アニメ鬼滅の刃公式スピンオフ中高一巻鬼滅学園物語より6名を加えた総勢18キャラクターよりプレイヤーが2キャラクターを自由に組み合わせて対戦することが可能です。あなただけの理想のタッグチームを作って対戦を楽しみましょう。パッケージ版初回生産封入特典として鬼滅の刃日の神血風譚オリジナル IC カードステッカー、
パッケージ版早期購入特典として U4 テーブル目書き下ろし A4 クリアファイルダウンロード版予約購入特典として早期解放キー鬼滅学園富岡義勇鬼滅学園胡蝶忍アバターかまど炭治郎最終選別が用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。続いて紹介する作品はマーベル・ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーです。マーベル・ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーはマーベル・エンターテインメントの協力のもと、アイドス・モントリオールが開発を手掛けた完全新規のオリジナルストーリーとエキサイティングなゲームプレイが融合したシングルプレイ専用のサードパーソンアクションアドベンチャーゲームです。プレイヤーはスター・ロードとなり、エレメント・ブラスターやジェット・ブーツ、チームの連携を駆使して戦います。一癖も二癖もある仲間に的確な指示を出すのが重要な本作。ガーディアンズのリーダーとして迫られるゲーム中の決断は、物語を彩るイベントを引き起こすこともあれば、思いがけぬ災難を招くこともあるとのこと。予約特典としてガーディアン懐かしのコスチュームパックが用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。最後に紹介する作品はゼロ濡れガラスの巫女です。ゼロ濡れガラスの巫女は遮影機というカメラを使って実体のない幽霊たちと戦うホラーアドベンチャー、ゼロシリーズ5作目のタイトルです。本作は2014年に Wii U 用ソフトとして発売された作品のリマスター版となっています。本作の操作キャラクターたちは、死の山として恐れられている氷上山に囚われ消えてしまった人々や物を探し出すため、様々な場所を探索することになります。懐中電灯のわずかな光とありえないものを映すカメラ遮影機を頼りに、次々と襲いかかってくる幽霊たちを撃退していきます。リマスター版ではキャラクターや霊にポーズをつけて配置し、フレームやフィルターなどを追加した画面写真を撮影できるフォトモードを実装。またオリジナル版から一部のコスチュームのラインナップが変更されており、新たにユーリやミュウ、レンの衣装が用意されています。早期購入特典としてユーリ限定衣装、ライザの服、ライザの帽子が用意されておりますので、購入を検討される際はぜひこちらもチェックしてみましょう。いかがでしたでしょうか。皆さんも一度は聞いたことがあるというタイトルが多かったのではないでしょうか。特に鬼滅の刃に関しては、今や聞いたことがない人の方が少ないぐらいのタイトルですね。個人的には鬼滅の刃がどれほどの売り上げを記録するのかがものすごく気になっています。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。